思ってヤンピーだら切れてもらいます。あ、はいはい。あ、じゃあ私がテテレです。あ、そうです。あ、はい、一回カットしよう。あ、止めますか。一回ちょっと止めようか。止めますか。あれ、緊張してるか。まあ、さすがに慣れてないまあ、緊張しますよね。まあ、あの、緊張するのも分かるんだけど、もうちょっとね、楽しくさ、なんかこうコメントもいろいろあるじゃん。はい、いや、もう全然ちょっと待って、待って、参加しないもん。いいよ、別に、無理しなくて。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、わかりました。今回ちょっと待って、いや、今回待って、待って、分かった。怒ったともスイッチ。あ、そっか、スイッチ。それでいけます。はい、はい、じゃあ、それでは行ってみよう。はい、わかりました。行きます。はい、それでは行ってみよう。で、最終的にはあの、こんなんだったらやってらんないというヤマピーが、うん、ここから退場します。で、ちょっともう一回撮り直しましょうっていうふうに謝りに行ったところで、ドッキリでしたっていうのがオチだったんですよ。いや、ちょっと前なんですよ。前それが自己紹介をまだするよね。あ、そうですね、自己紹介。あ、じゃあ一人ずつ自己紹介お願いしますって言った方がいいか。ちょっとカットしちゃう可能性あるんですけど、もらっときましょう。あ、了解。はい、どうもヤマピーでーす。はい、ということで今日は、ショートグランプリ優勝店舗の石橋にやってきました。優勝できると思ってました？いや、まあ、正直思ってなかったんで、はい、めちゃめちゃびっくりしました。ですよね、約18万回再生されてて。何が起きたの？そうですよね、びっくりしましたね。じゃあ一旦ちょっとここでちょっと皆様一人一人にちょっと自己紹介をしていってもらいたいと思うので、店長からお願いしてください。こちらはい、はい、店長。あ、こっち。はい、こっち。あ、こっち。はい、はい、店長の北島です。ありがとうございます。出だしくじくとみんなくじくから。出だし大事なの。事務員の藤井でーす。ちーちゃん、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 かわいい。友山太郎でーす。はい、店長タクでーす。皆様、緊張されてますかね。緊張してますね。徐々にね、ここから質問していってリラックスしていただければなと思うので、私からちょっと質問もうしたっていいですかね。はい、はい、はい、お願いします。この、あのショート動画って誰が考えた。じゃあ
はい、はい、一応まあ私が考えたっていうか、最初は店長にダンス動画撮りたいって言われたんですけど、はい、なんかそれじゃあかぶる可能性もあるし、なんかつまんないかなと思ってちょっと周りに相談して、はい、ドッキリにしようかなと。え、編集も藤井さんがやられたって聞いたんですよ。そうなんですよ、すごいですね、もう素晴らしい。ありがとうございます。山太郎ちゃん、はい、優勝が決まった時どうでした？いや、別に何とも何とも何とも嬉しい、びっくりとかじゃなくて、何とも優勝だったんだぐらいそんな感じだったんですね。まあみんなそれぞれ音とかに違いがありますよね。じゃあちーちゃん、普段の店長はどんな感じの店長ですか？この質問は優勝とちょっと関係ないんで確かに、この質問は確かにね、確かに優勝とあれ店長のあれは関係なかったかもしれないねごめん、ちょっと私の質問が緊張しちゃってますか、まあ、あ、じゃあちーちゃんまだ緊張してるってことで、いつもはもうちょっとテンション高いですよ。あ、もう、はい、もう、あ、じゃあカメラ回ってるからちょっと緊張しちゃってるって感じですかね。じゃあ最後にあいちゃん、視聴者さんに向けて一言お願いします。いや、別に特にないって特に何か、何でも何でも、いや、ないです。ないないない、どうしようか。ちょっと待って、一回カットします。あ、止めますか。一回どうぞ。どうですか。あれ、緊張してるか。まあ、さすがに慣れてない。まあ緊張しますよね。そうそう、ね、全然もうそう、胸キュンマージでもさ、せっかくね今時間作ってもらってるし、まあ、あの緊張するのも分かるんだけど、もうちょっとね楽しくなんかこうコメントもいろいろあるじゃんね、ちっちゃい、ね、いつも全然繋がってたから、ちっちゃくでも時間もちょっと限られてるしさ、みんなのホール回ってくれてるわけだから、やっぱしっかりやってもらわないと困るね、あいちゃん。いや、でも緊張しますから、緊張しますから、はじめは。で、別に普段そんな感じじゃないじゃん、全然。いや、もう全然本当申し訳ないので、もう2人こんだけ時間かけてやってくれたのに、どうしたの？はい、いや、もう全然ちょっと頑張って、俺ら参加しないもん。いいよ、別に無理しなくて。どう？あ、ごめんなさい、ごめんなさい、わかりました。今回ちょっと待って、いや、今回待って、どうする？やめる？あ、どうしますとかなくて、今回あの全部ドッキリで仕掛けたんですよ、今回そういう企画でやったんです。だからこういうふうな打ち答えだったんです。何ドッキリって、何のこれは店長をドッキリにまた仕掛けようっていう企画です、今回。なんで、こういうような態度をとって、そういうような感じになって、で、最終的にはあのこんなんだったらやってられないというヤマピーが、ここから退場します。で、ちょっともう一回取り直しましょうというふうに謝りに行ったところで、ドッキリでしたっていうのがオチだったんですよ。いや、ちょっと前それが、いやいや、前の動画の時は良かったけど、俺言ったら今回やるな。ごめんね、ちょっと申し訳ない、本当申し訳ない。いや、でもみんなそれで言ったら巻き込まれ、あ、そうです、あ、全部俺が悪いです、全部自分が悪いです。なんで、こっちは責めないでください。じゃあ僕は悪いです、すいません。まあいいよ、ちょっと一旦、あ、分かる、一旦ちょっとなし、10分くらい休憩を払います。ちょっと時間もらっていいか。早くの定義は45分です。うん、藤井さんちょっと泣きそう、藤井さんめっちゃ泣きそうやったから、かわいい、見てね、かわいい、すげえ、藤井さんが責められてるみたい、泣きそう、あれはガチなテンション、あ、いや、初めて、あんまり、あ、いいよ、行きますか、一回、とりあえず怒り収まんないと、あ、ね、そうですね、全然違うからね、はい。てってれー絶対よ、てってれー、誰とか、誰とかこれ
誰も得しないよ。もらっても。はい、ということで、視聴者さんからはドッキリが終わったところで、って感じだと思うんですけど、やられたのしありますもんね。悔しい。したら、ショート動画の復讐ってことになりますね。してるときはもう皆さん、店長怖って思ってたかもしれないですね。配信上で言うと、はい、店長めっちゃキレてるやんって思ってたかもしれない中で今これ差し込まれてると思う。全然、はい、優しい店長さんで、はい、こんな感じで VTR に戻ります。はい、そういう目で見たんだ。カメラレンズあんたがやってるのに怖い怖い本当に。はい、ということで逆ドッキリ大成功。はい、優勝したい三島支店、めちゃめちゃ明るくてユーモア、楽しい店舗となっておりますので、ぜひお近くに来た際は遊びに来てほしいなと思います。それでは最後に、優勝した三島支店の方から実際の石橋店もこんな感じで楽しい雰囲気を味わってもらえるように日々頑張ってますんで、ぜひ皆さんビッグマーチ石橋店に遊びに来てください。待ってまーす。待ってまーす。それではこの動画がいいなと思ったらちょっと待って、それではこの動画がいいなと思ったら気持ち着こう、気持ち着こう、気持ち着こう。まだドッキリやってるんですか。まだ何やってる。はい、それではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、それと、石橋店の X の方のフォローもよろしくお願いいたします。それでは